こんにちは。東京フィナンシャルストリートのスタートです。まずは今週のマーケットを振り返ります。今野記者です。はい、こんにちは。よろしくお願いします。今日も下げちゃいましたね、はい、でしかも、ね、800円安、805円安、うん、まあ、一番安いところから見ると300円以上戻したのかな。はい、そうですね。1000円を超える下げ幅の場面も、1100円以上下げる場面もありましたよね。ありました。それに対して終値805円安ですから、まあ、うん、300円以上、そうですね、ザラバの安値からは戻して引けてはおりますが、大引けのところでちょっとするっと ね、ちょっと買い戻しなのか、はい、どうなのかという動きが見られましたが、うん、あと商い今日増えた部分につきましては、はい、MSCI の、ね、組入れ比率変更、うん、リバランスというのが大引け段階であって、それで若干ねかさ上げされた面もありますから、4兆円超えた4兆1000億か今日の売買代金がね、はい、といっても、まあ、実商いプラスそのちょうど特殊なねかさ上げもあったということですが、実商いでもだいぶ十分多かったです、うん、まあ、今週1週間ね、大商いで商いを伴って下げ続けたという1週間で、で合計しますと、2243円安ですね、はい、1週間、今年は今週1週間といっても4日間の取引でしたから、そうなんですよ、ね、4日間でだから2200円率で 9.6% になります、はい、10% までは届きませんでしたが 10% 弱下げたという4日間の取引、先週末から合計すると5日続落ということになりました。でもう言うまでもなくね、もうご存知のように新型コロナウイルスの感染拡大、はい、でこれが先週のこの番組でもねちょっと触れましたけど、やっぱりアメリカですよね焦点は、はい、で中国は、まあ、数字を信用するかどうか別として、でも一応発表されている数字は確実に新規の感染者数は減ってきている。で、むしろそれ以外の地域が広がって、ヨーロッパだったら、まあ、イタリアだったりね、そこから周辺にも広がって、うん、あるいはあとイランだったり、これを中心にした中東、あとなんといってもアメリカ、もちろん日本ももちろん当然ですけどね、気になっているところは当然ではありますが、あとはなんといってもアメリカで、それが昨日というか今週に入ってガラッと変わりましたよ ね動きがね。でモードがガラッと変わったアメリカの、はい、で特に昨日一昨日から昨日にかけては、そのアメリカにおいてもカリフォルニア州で、はい、新規にその感染源のわからない感染者が確認されたということでして、いわゆる市中感染、はい、どこから感染したのかわからない、でだからその元の方も当然いるわけですよね。でこれ確認されてない、うん、でアメリカはおそらく日本とかその中国みたいに政府が何か言って国民が全員はいそうですかって従うお国柄じゃないじゃないですか。自由の国だからもともとね、もちろん従う人は従うでしょうけれども、全員が全員その中国みたいな体制じゃないから、いやそう考えるとやっぱり人の移動なんかもなかなか制限しにくいでしょうし、あるいはアメリカは健康保険、国民健康保険ないですから、だからお医者さんにかかる人も限られますよね、はい、日本人の考えるほど医療機関にかかるっていう習慣は少ない、あるいは敷居が高い、そう考えてもそうですし、あるいは、マスクをする習慣も基本的にないですよね。だから感染してる人が、まあ、あれマスクっていうのは新しくこう感染するにはそんなに効果はないらしいんですけども、かかってる人がやっぱりこう吐き出さない飛沫なんかをね、そういう意味でシャットアウトするっていう意味では非常に有益だと思うんです、有益らしいんですが、はいはい、ですからマスクなんかもアメリカ、まあ、ヨーロッパもそうかな、しないじゃないですか、うん、そう考えると、結構アメリカで、その市中感染が今後どのぐらい増えてくるのかどうなのかで、疾病対策センターの担当者なんかはこのおそらく増えてくるでしょうって記者会見でこの間言ってましたよね、うん、女性の方がね、うん、でそのあたりを警戒し始めたというのがアメリカですから、今週に入ってガラッとムードが変わった、でそこがやっぱり一つポイントなんでしょう。で株価アメリカずるずると下がった。でこれまでは先週あたりまでだとあくまでも中国を中心にしたアジアだとか、はい、ある意味対岸の火事として見てたところはあったと思うんですね、アメリカからするとね。でそれがだんだん足元にこう火がつき始めたということで、目の色がおそらくアメリカの投資家なんかも目の色が変わってきたんでしょう。でマーケットもガラッとこうリスクオフが一気に強まったということでして、でこれねこの流れの中でいくと、あとアメリカ大統領選挙じゃないですか、はい、で来週の3日火曜日にはスーパーチューズデー、でスーパーチューズデーというのは今回その市中感染が確認されたカリフォルニア州でもやるんですよね、予備選かな、カリフォルニア州民主党はね。でそんなのにどう影響するのか、まあ、やらないということはないでしょう、やるでしょうけど、でどういう状況になるのか。でアメリカの場合その大統領選挙で、まあ、今のところトランプが優勢だろうと言われてたのは、
これ景気が良くて株が高くて景気がいいからみんな結構まあ買えなくていいんじゃないのというムードだったと思うんですが、これ株がどんどん下がってきて景気がなんか故障れしそうになってくるとトランプでいいのかっていうふうなムードになりかねませんよね、アメリカもね。でそうすると民主党は今のところ勢いあるのはやっぱりサンダース上院議員、かなりね社会主義的だという批判もあるようだし、民主党の候補の中でもこれじゃ勝てないんじゃないかって民主党の中でもね見方あるようですけれども、ただどうですかね。でこれもしアメリカでねこのコロナのあれが広がったりしたら、これ国民皆保険があった方がむしろ良かったんじゃないかという議論になりません？勝手な想像ですけどね。で国民皆保険ってアメリカ人嫌らしいんですけど、うん、日本人からしたらそんな嫌な制度じゃないですよね、はい、国民皆保険ってね。でこれコロナなんかだってね国民皆保険なんかあった方がおそらくなんか安心してお医者さんにかかれるっていう、まあ、今のところまだ検査は今度来週からそれ対象にするとかっていう話なのかな、はい、加藤厚労大臣が言ってましたけどね。でアメリカだとそういうの嫌だっていうわけですよね、社会主義的で。あるいはサンダース氏はその法人税の増税だとか自社株買いの規制だとか非常にマーケットには厳しい公約を掲げてますから、サンダース大統領っていうのはマーケット嫌なんですよね。もうずっと言われてますけどね。でも今の流れで言うとこれで株が下がってきて景気が腰折れしそうになってくると、トランプよりやっぱりもしかしたらそっちの方が、あるいは今までだとサンダースが民主党の候補になればトランプが勝つでしょうって言われてたのが、もしかしたら流れが変わるかもしれない、場合によってはですよ。そうするとまだだいぶ遠くの方かもしれないけれども、はい、サンダース大統領っていう目がちょっとずつ見えてきてるんじゃないかと。まだまだちっちゃいしずいぶん先だとは思うんですけどね。でマーケットの最近の触れっていうのは一つそのあたりも気にしている面があるんではないかというふうに個人的には勝手に思ってるんですが、そこまで読んだ上で、でそれも入ってということだと思うんですけども、はい、で、そう考えると先行きだからアメリカで感染者がだからどのぐらい増えるのか増えないのか、まあ増えなければ問題ないと思うし、あるいはいずれあるいはそんな遠くないうちに利下げなんかもあるでしょう、 FRB が利下げするっていう見方もありますから、まあ政策の効果などである程度戻すっていうことも考えられるんでしょうが、もし感染がさらに広がっていくっていうことになればそう簡単じゃないですよね、おそらくね。でやっぱりそういう意味ではこの見極め、来週以降のアメリカの感染者数がどのぐらい広がるのか広がらないのかっていうのがやっぱり何といっても最大の焦点だと思います。それともう一つ言っておきたいのが、このコロナウイルス日本でも非常にもうどうなるかっていうことなんですが、これね希望的な観測も含めて暖かくなるとやっぱりなんか治りそうな気しません？まあ、もともとインフルエンザもねそうなんですけど、しかもねこれまだ誰もあんまり言ってないと思うんだけど、暖かいとこって感染してませんよね。例えばインドとかインドネシアとか、インドなんか3人しかいない、はい、で結構中国との行き来っていうのもあるはずだし、あるいはアフリカ、これアフリカなんで出ないんだろうと思って、まあ、3人出たのかな、エジプトとアルジェリア、ナイジェリアだけど、でもこれもなんかイタリアから帰ってきた人とかそういう話で現地での感染ってないんですよ。そうなんですよ。であるいは東南アジアもそう、はい、そうです ね、インドネシアなんか未だにゼロ、ゼロですね。でタイなんかも最初言ったんだけど、あれは全然現地での感染広がってないんですよ。あるいはベトナムなんか16人かな感染者いたんだけど、もう全員治った。でなんかつまり、はい、暖かいところはあれ感染してないんですよ。そうなんですね。でイランとかもね、そう暖かいのかなと思いきや、寒い、そんなことないんですよ。イランは寒い、今11度とか12度なんですよね。イランって寒い。あとイタリアも意外に暖かいイメージあるけど、はい、北なんてねあれミラノっていうのは緯度でいうとね、はい、日本だと稚内ぐらい。そうなんですよ、ね、だから意外にあの地形が違うんで気温は違うんだけど、はい、でもそんな暖かくはない。ないんですよ。で日本で考えてもね、北海道で多いっていうのはおそらくそうなんですよ、はいはい。で沖縄もクルーズ船なんかも停泊したりして、もともと結構感染者いたはずなんだけど、はい、広がってないんですよ。そうなんですよね。でなぜ北海道で広がってかって考えて、やっぱ寒いからじゃないかっていう結論に個人的にはなっちゃうんですよね。私もこの1週間実はそこを思っていたんですよ、ね、だからそう考えるとちょっと希望の星としては、はい、まあ、もともと言われてたことではありますが、暖かくなってくれば割と収まるんじゃないかっていう期待はちょっとありますよね、はい、だからずっと永遠に続くんじゃないんじゃないかっていう期待はちょっとあって、日本も3月になってくればだんだんね、で桜の花が咲くぐらいになれば結構暖かくなって、うん、そういう意味でやっぱり今がそういう意味では瀬戸際という面もあって、うん、学校しばらく休むっていうのはある意味一つの英断なのかもしれないとも思いますが、はい、最後に言っときましょうか。やっぱり何フライデーもう最後の最後でね忘れてたと思うでしょ。そうですね、時間も時間ですが、でも今のお話聞いてるとちょっと、ね、希望的観測も見えそうな気はしてるんですけど、うん、やっぱり今の段階、今日の段階では、はい、まあ大幅安フライデーってそのままですね、まあ、そうですね、うん、しょうがない、下げ止まらずフライデーかな。下げ止まらず、うん、でもね今日でね騰落レシオ53まで下がった、 53.3、 2008年の1月22日 52.7 以来、
2008年10月のリーマンショックの時って54で止まってますからね、リーマンショックの時よりももう騰落レシオなんか今日下がってきてるということですから、来週あたりは多少はね短期のリバウンドがあってもいいのかもしれませんが、はい、あとは繰り返しになりますが、やっぱりアメリカの感染者次第という面が非常に強くなっていると思います。分かりました。ちょっとそのあたりをね、週末そして週明け以降確認していくと、もう焦点は中国じゃなくてやっぱりアメリカだと思います。アメリカですね、分かりました。ということで今野記者でした。ありがとうございました。ありがとうございました。この後は CM を挟んで今週のゲストのご登場です。それでは今週のゲストをご紹介いたします。松下律さんです。松下さん、どうぞよろしくお願いいたします。証券アナリストで東京マーケットワイドのキャスターでもいらっしゃいます、はい、松下律さんです。お願いいたします。今今野記者にも整理していただいたんですが、今日ね午後の東京マーケットワイドでもいろいろお話されてきましたが、そこでお話されてないところまで踏み込んで伺えたらなと実は思ってまして、まあ慌ただしいです、ここ数週間。そうですよね。いかがでしょうかね、整理していただくと、この新型コロナウイルスの感染拡大、ちょっとこううん、飛ぶような話なんですけどね、やっぱりこの COVID-19 っていうのはですね、今までなか見つかっていなかった 人間の病原体としては見つかっていなかった新しいウイルスですよね。新型ですよね、でこのまあ要するに風邪ですよね。要するに風邪の一種ですよね。風邪ってコロナウイルスですから、肺炎を引き起こすけれども風邪のウイルスですよね。あ、なるほど、ウイルスは風邪のウイルスは風邪ですよね。だから新しい、今まで人間が あまり知らなかった風邪が出てきたっていう話ですよね。でだからまあ風邪の一種だから、その風邪と同じ対策をすればいいっていうのが基本なんですが、一番の違いはです、多分ですね、感染力が異常に強い。そうみたいですね、ものすごく感染力が強い。インフルエンザっていうのは感染力が強いことで有名なウイルスですよね、だけどこの COVID-19 は感染力がやたら強いようだっていうのがですね、これが風邪の対策としてやっていくんだけど一番の重要なところなんだろうということで、そういうこともあって政府はですね、学校の閉鎖っていうのを決めたっていうのはそれだと思うんですよね。つまりインフルエンザなんかでもそうですけども、学校でこう流行してしまうと、感染してしまうっていうこと、感染が広がるってことがもうずっとありますよね、だから確かにそうなんですよね。よく満員電車に乗るとどうとかいう話しますよね。そうですね、大人の方をまずはいますよね、休ませた方がいいんじゃないかっていう案もあったりしますけれど、今回学校から先に。そうですよね、でよく振り返りますとね、満員電車って乗ってるとしてもですね、30分とか40分とか1時間ぐらいですね、それと動き回らない、じっとしてるわけですよね、駅まで、もちろん触ったりもなんかもしますけども、学級ってですね、動き回るは触り回るは子どもたちが同じところに5時間も6時間もいるわけですね、1日に。そうですね、空間にいるわけですね、で一緒にご飯食べたりするわけでしょ、いやそりゃやっぱり感染するわなっていう感じがするんですよ。そうですね、飛沫感染と接触感染っていうのがあって、飛沫感染はやはりマスクが必要だって言われますけど、接触となるとまたこれは違うわけですよね。そうですよね。で実はこれもと思うんですけど、私もですね、会社の一期ですよね、朝晩ですね、通勤とそれから帰宅の時にはですね、もちろんマスクはするんですね。同時にですね、手袋もしてるんですよ、医療用の手袋ですね、それを入れて、それで使い捨てしていくってやってるんですよ。でこれ意図はですね、この感染力は非常に強いけども風邪ですから、症状がないけどキャリアの人っていっぱいいるはずですよね。例えばの話、私がどっかの電車かなんか触ってキャリアになったとしましょうか。でたまたま私は高齢ですけども、たまたま免疫力が強くてですね、全然大丈夫だと、全く症状も出ないキャリアだったとしますとね、私はキャリアじゃないと自分で思ってるわけだから、いろんなとこ触ったりしますよね。からこうマスクでこう息も出るかもしれない。そうすると手袋とマスクしていれば、自分が仮に万が一キャリアであったとしても、人にうつす確率が減りますよね、だからそういう意味でそういうことをやってるっていうのはいいことじゃないかななんて思ってやっているんですけどね。やっぱり怖いのは私自身もそこで、自分がもしかしたら感染する可能性もあるのに、リスクのある方
高齢の方とかリスクのある方にうつしてしまうのが一番怖いな、うん、それが一番あれですよね、怖いですよね、はい。まあ、健康な人にはねうつしても別にそんなに症状が重くならないらしいので、うん、まあ、それは OK だと思うんですけどね。あと治療薬がないということ、そこがね一番大きいですよね、はい。で治療薬はですね、私も医学のことなんか何もわからないわけですけども、はい、今から50年前振り返りますとね、多分50年前にはですね 毎年新型ウイルスだったと思うんですよね。あ、50年前の冬の時期っていうのは毎年、そうですね、毎年それこそ今まで知らないわけだから、はい、医学の知識が研究も進んでないから、そうやって人間はですねそういうウイルスをちゃんとこう分類し、インフルエンザだったらこういうワクチンを作り、こっちだったらこういう治療薬をということを積み重ねてきたわけですね。でも新型だからそれないわけ、とりあえずね治療薬はないないわけですよ、はい。だけどもそういう積み重ねをしてきたわけだから、この新型についての COVID-19 についてもワクチンも当然開発できる可能性、させるはずだし、ワクチンだって作れるはずだし、治療薬だって今はないっていうのは今までやったことがないからないだけで、はい、治療薬がこの新型肺炎の菌については治療薬そのものが存在しないタイプなんだっていうことはありえないですね。その証拠に免疫の強い人っていうのは症状さえ出ないわけでしょ、ということは自分の人間の持っている免疫の力で抑えるわけですから、はい、まあ、できますよね。ただ時間がかかると。なるほど、ないんじゃなくて、なんかどうしてもないっていうふうに認識しがちなんですけど、今の段階では見つかってない、当てはまってない、作ってないってことですよね。作ってない、そんなのは用意してなかった、さあこれからいろいろ作りましょうってやってるわけですよね。ってことはいずれ出てくるのはもう、まあ、出てくる、間違いなく出てきましたね。だから私もね、ちょっとまあ相場の話ちょっと戻るとですね、これですね、はい、まあ、私ね実はねアメリカの株ってすごく強かったじゃないですか、はい、もう何があってもですね新高値新高値、うん、でニューヨークでつい10日前までそうですねだったですよ ね, すね ここまでですよね。2月の12日ですよ、最高値が。ちょっとご覧いただこうかなと思うんですけど、2月の12日ですね、先週かぐらいですよね、はい。そんなところまでですね、はい、あったわけですよ。で、はい、COVID がですね、これひょっとするとパンデミックになってえらいことになるぞって言い出したのはですね、これより以前であることは間違いないですよ ね,、はい、そうですね。ダイヤモンドプリンセスだとかなんてこの辺で大きに話題になったわけですから、はい、でそれにもかかわらずこうなってたってことはですね、はい、この COVID でネタにして売り崩してやろうって思った人ってですね、ものすごく苦労したっていうか、なんで下がらないんだこの野郎ぐらいの感じだったと思うんですよ、この頃って。売っても売っても下がらないアメリカで、それがやっと先週の終わりからアメリカっていうのはドドーンとこう下げたわけですね。下げたと思ったらなんと4000ドル近く下げてると思うんですけどね。だから売り崩してやろうと思っていた人は常に市場にいるわけですけど、なかなか売り崩せなかったっていうのがアメリカの市場だったんだけども、やっと売り崩せたと。ということは売り方はですね、売っといて買い戻すためにやってるわけですよね。あ、はい、売りっぱなしにして一生過ごすなんてことはないわけだから、売りポジションは必ず買い戻しますよね、うんうん、ということは大戦果を上げてこれ買い戻すはずですよね、いずれにしても。そうなんですね。だからそういう意味でも相場の下落っていうのが後から振り返れば一時的は一時的でしたねってなるだろうと思うんですよ。そうですか。一時的であることだけは間違いないと。これは新型コロナウイルスのこの感染拡大も一時的で終わるし、そうですそうです、相場のこの下落も一時的に終わるっていうことですか。同じ歩みだと思いますよね。その先ほど近藤さんがねまとめておられたけど、はい、暖かくなれば感染力が弱まることは多分そうだろうなっていう感じですよね。だから暖かくなれば桜の咲く頃には株価は戻るだろうと思うんですが、はい、ただしですね、このですね、このコビット騒ぎでですね、はい、失っちゃった消費の中に戻ってこないものがありますよね、はい、例えば2月に旅行しようと思ってた人っていうのはコビット騒ぎが終わっても旅行するかどうか分かんないですよね。なるほど。で2月と5月に旅行しようと思ってた人は2月の旅行をやめたら5月の旅行を2回やりましょうなんて言わないですよ ね, そうですね。だからなくなった消費っていうの中には戻ってこない消費があるわけですよね、うん、そうするとその分だけはやはり経済も縮小するし業績も落ちる、それから観光業界とかそういった人たちの中には資金繰りに窮する人が出てくるということはこれまあほぼ確実ですよね。この2週間の政府からの要請というのは正しいと思われますか。私はねやっぱり先ほど申し上げましたようにその感染力が異常に強いこの風邪をですね
あまり感染させないようとにするには一番感染者の増えそうなところをまず減らすってことですね、はい、それは学校ですよね。だから学校を休校にすることによって感染者の数を増やすスピードとか量をですね、数を減らしてやろうっていうふうに思ったっていうのは、私は今回の政府はですね、まあもちろん問題ありますよね、それは ね、 もう困ったもんだってね、はい、そんなもん対応できませんっていうところだって出てきますけど、人も出てきますけども、まあ、とりあえずそれはそういう過去のデータとかに基づいて推計値があるんですか、あると思いますね。そのインフルエンザのが広がったとか、インフルエンザって面白いんですけども、はい、あれ推計値ですよね。今年は1000万人、はい、患者が出ましたとか言うけど、あれ1000万人数えたわけじゃないですよね。あ、数えられない、1000万人も数えられないですよね。そうですね。だからあるサンプルを取って、この人がインフルエンザになった、ここはこういう状況でこうだったというものを推計値を出して、今年は1000万人でしたとか、今年は300万人で済みましたとかやってですね、1000万人だったからこれは大流行だったというふうにして、学級閉鎖は何件ありましたとか、こうやってるわけですよ。だからその推計値でいうとですね、おそらく今回の COVID もですね、あと何ヶ月かすると実数が出てきますけど、推計これぐらい罹患してたようだというようなのが出てくるんじゃないでしょうかね。そうですか、その推計値をイメージした上で、まあ、政府としても専門家の意見を聞きながら今回の措置をしたんだと思います。だから非常に冷静なような気がするんですよね。そうですか。ただちょっと話戻っちゃうんですけどね、この感染力が非常に強いなと私は本当に思ったのはですね、ダイヤモンドプリンセスに乗り込んだ厚生省のお役人さんとかですね、係の人とか、検疫官がかかってますよね。で特に検疫官というのはですね、検疫をやるんだから、どう考えたって注意してるはずなんですよね。何もしないで私みたいにこんな格好で乗り込んだとはとても思えないわけですよ。でもそれでもかかるってことはですね、ひょっとするともう完全こう防護をしてですね、こうやってもクリーンルームに入るみたいな格好をしていかないとダメだったのかもしれないなと思いますね。それぐらい感染力が強いんだなと。例えばここにポッコポッと1個ついただけでも感染しちゃうとかね、それぐらい強いのかなと、こう素人イメージで思うんですよね。そうですよね、それぐらいは思いますよね。だからそこは気をつけなくてはいけない。そうなんですよね。感染力がめちゃくちゃ非常に強いってことにを考えれば、それを除けば、風邪ですよね。風邪が、厄介な新しい風邪が人類にもたらされちゃいましたねということです。で先ほどね、50年前には毎年新型の風邪があったというふうに、それが分類されて旧型の風邪になっていって、この時期こういう条件になるとこういう風邪が流行りそうだからとかいう知見がどんどん溜まっていくわけですよね、でそれ考えますとね、多分この COVID-19 も来年再来年以降には新型じゃなくてね、旧型の風邪の一種になって、なかなか厄介だからワクチンはこう使いましょうとか、治療薬はこういうケースではこう使いましょうっていうような風に、整理されていくと、そういうものなんでしょうね、だと思いますよ。歴史上も含めてこれまでの、なるほど、こういう局面ではさっき今野記者も聞きたい、松井さんに聞いてみたいって言ってたんですけど、投資なんですか、投機が必要なんですか、投資が必要なんですか。これは投資投機っていうのは、私がそのやる、それをやる人の気持ちの問題が一番強いと思いますので、とは思いますけどもね、例えば投資、今の段階でこう投資しようという人は何考えるかなと思うとですね、明日明後日休みですからね、一生懸命チャート見たりいろいろ会社調べてですね、いやこういうこともあるかと思って、私はNISA の枠は取ってあったんだと、使ってなかったと、今年のNISAの枠に120万円、家族も合わせて何百万かあるから、いい銘柄買おうと。例えば今日の私の、番組の中でも有沢さんがおっしゃってたんですけども、下がる時っていうのは一斉に下がる、でも戻る時って選別的に戻る、でその時に一つのヒントとして、一番下がる前に、強かったもの、一番下げ渋ったもの、それが今度は上がる時には選別されて上がっていくって可能性があって、その例として、NTT ドコモを一つ挙げてたんですよね、私もね考えてみたら、これインフルエンザ流行ろうが風邪が流行ろうが、COVID-19 が流行ろうが、ドコモの業績あんまり関係ないですよね、考えてみれば、やり取りはしますもんね、で携帯電話を使うわけですから、そうですね、だからそういう意味ではなるほど、ドコモっていうのは
最後まで下がらなかった理由っていうのはそういうことなんだなと。でも今日はもうそれこそ指数で売ってきたり、はい、ファンドが解約して売ってきたりとかしますから、はい、どうしたっていくよ、つれやすしてるわけですよね。チャートで見てもね、こんなチャートになってまして、今日引きずられて下げたのはしょうがないなと。 で、 ね、でも今度戻るときには真っ先かけて先陣切って戻るかもしれないなとかいうことをちょっと先陣切ってとは言ってなかったですけど、はい、有沢さんがおっしゃっていて、なるほど、そういうああいう相場をずっと見てきてる人っていうのはそういう感覚を持つのかなと。そういう冷静な目で見るっていうのは、まあ、これ投資ですよね。多分ニーサでこのどこも今年のニーサで買いましょうっていう人は投資感覚で多分買ってきますよね。で一方ですね、はい、2000兆下げた、下げたと、うん、で投機感覚の人だったらですね、自分がこの1ヶ月何をするべきであったのかということを振り返ると、はい、当然ショートすべきであったということですよね。あの頑強な時に、なるほど、頑強な時に指数の、まあ、何でもいいですよ、 ETF でもいいし、先もあの指数先物でも何でもいいですけど、こういう段階でショートポジションを持つ。で、あのレオスがですね、この1月末から2月のこの2週間ぐらいで、あの現金比率を2割、キャッシュを2割ぐらいにしたとか言ってましたね、はい、2割で3000億とか言ってましたね、でしたっけ、はい、で同じことですよね、はい、要するに備えたわけですよね。備えましたね。ということはレオスはこれを見て今度は来週からは選別的に買ってくるかもしれませんね。その姿勢をなんか示す感じはしますよね。ですよね、だから投機の感覚、それはレオスはまあ別に投機やってるわけじゃないですよ、うん、投機の感覚から言うと少なくとも1月の2万4000をちょっと超えたところとか2万4000に近づいた2月のところで、ここでショートポジションを取ってなかったらそれはやることないでしょうというふうに思ったと思うんですよね。ところがですね、これはねなかなか難しくてですね、はい、この2万4000の時に1月の半ば以降にショートポジションを取ったと、これいよいよ売り崩せるぞと思ったらですね、これ2万4000まで戻っちゃうわけですよ、 たったの3日間で、うん、だからそうするとこれもうこの売り方やられちゃったってことになりますよね、こんなところでやったら。だからそういうのって難しいんですよね、投機って。だけどでもやるべきことはそうだったことは間違いないですね、うん、でその人たちもしそういう投機としてやるべきでショートポジションを取ったとすると、これ成果上がったってことですよね、下がったわけだから、はい、この次に投機的な感覚の人って何を考えて何をやろうとやるべきだと思うかとすると、当然リバウンドを取りに行きますよね。うん、で先ほどのその銘柄のね、個別銘柄であればこういう銘柄をリバウンド狙いが一番いいぞって言って、そういうふうに想定してシナリオをつけてやると、考えてやるとしたら、それはまあどっちかというと投資というよりは投機ですよね。なるほど、自分の予想にかけちゃうわけだから。それ今同じ銘柄を物色するんであっても、うん、あくまでも投資家の姿勢によって投資であるか投機であるかが違うわけですね。投機と思えば投機ですよね。で投機で思う、投資の人はですね、こんなに割安なドコモが買えてよかった、あこれで毎年配当をもらってですね、ゆっくり眺めてましょうっていう人たちだろうし、ドコモがですね、ドコモが真っ先かけて先陣切って戻るからというふうにシナリオを立って予想したからこそ俺はドコモに買ったんだっていう人はですね、来週の月曜日上がらなかったら俺はなんてバカなんだろうって思ったりするかもしれないですね、はい、予想が。でも次の日に上がるかもしれないからそれは分かんないです。さすがにいくら投機だって言ったってですね、日ばかりだけが投機ではありませんので、もちろんそれは1週間投機してやるって思う人もいるかもしれませんけども、まあ、投機とか投資っていうのはそういうそのスタンスというか、行動する人の考え方にもよってもすごく違うんですよ。そういうことなんですね。というふうに私は思いますよね。なるほど、なんかすっきりなんか分かります、うん、はい、価値を信じて、私はですね、投資のキーワードはですね、はい、信頼と期待、つまりドコモを買うということはドコモという会社の収益力に期待をし信頼しているという意味ですよね。だから投資するわけですよね、はいはい、で投機のキーワードはやっぱり予測にかける、自分の予測にかけるってことですよね、予想に。ドコモはこういうふうに反発していくはずだろうっていうふうに自分は予想したと、その予想に私は自分のお金をかけてやる、これは投機ですよね。立派な投機っていうか、私は投資も投機も別にどっちが良くてどっちが悪いとかはないし、はい、私みたいにまあ年齢がいってくるとですね、ここから20年投資とかになってのは現実的じゃないわけですよね。20年経ったら多分まあ、の世に行ってるわけだから、そんなことはないですけれども、その、の世に行く時のことを考えて自分のお金を投資しようなんて思いませんからね。経験積んでらっしゃるし見る目もあるので、まあ、投機にももちろん参戦できるお立場なんで、それよりはですね、このもう勝ってないほどのスピードでですね、2000円以上下がったわけですから、ひょっとしたら勝ってないスピードで反発する日が
1日や2日来週のどこかにあるかもしれないと。そうなったらもう1000兆下がるかもしれませんよ。だけどももうそこから2000円上がるんだったら今からだって1000円上がるってことですから、その1000円を取ってやろうっていうふうにきっと思うだろうな、投機家ならというふうには思うってことですね。本当でしたらば今日からストックボイス資産形成フェスタ2020、ね、はい、まあ、今日明日と開催されている予定でして、あの明日でしたかね、松下さんも、ね、はい、お話しいただけるかななんていうような、はい、予定としてはイメージしていたんです。今日のような話、ぜひまたあの延期開催することが決定した際には、ええ、はい、このようなお話もね、じっくりあの視聴者の方、はい、投資家の皆さんの前でお話できたらなと。株式投資と株式投機というですね、はい、表題でですね、はい、あの福沢桃助 の本とかですね、はい、そういったものも引用しながらお話をしようと思っていたんですよね、ぜひ、はい、秋には、秋とかね、そのあたりには秋、まあ、秋ぐらいですかね、オリンピックがありますからね、オリンピックの最中っていうのはちょっとなかなかあれでしょうから、ね、あの少し、オリンピックが済んでぐらいになるのかなって私も予想してるんですけども、はい、そのあたり期待も込めたいです。ぜひ、ね、ぜひあの、うん、お目にかかりたいなと思いますね。そうですね、この話の続き含めて、はい、もちろんあのこの番組ではまたあのいろいろ進展するでしょうから、お越しいただいて解説していただけたらと思います、はい、そうですね、まあ、あの、うん、この病気とか、ね、その感染症の話は、ね、もう本当にご専門の方のご意見を、ね、聞くのがもう何よりで、私も、ね、手袋をするというのはです、ね、中原さんという医学博士いらっしゃいますね。 あの方が、ね、あのテレビとラジオでおっしゃってたんですよ。いや、手袋というのは意外にあの有効なんだよということをあの中原先生がおっしゃってて、それはあのその通りではないかということで、あの手袋を使うようになったんですよね。ただ私などが松下さんからお話を伺いますと、典型的な文系能ですので、まあ、理系出身で科学の分野の修士号も持ってらっしゃるからやっぱりあの理論として整理してらっしゃるなということで、はい、まあ、今日もあのしっかりと整理することができました、はい、お役に立てればあの大変あの、はい、あの、ありがたいことです ね。またぜひこの番組でもよろしくお願いいたします、はい、ということで今週のゲストは松下律さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。そして来週のゲストは野村総研上級研究員の森武さんのご登場ということになります。それでは来週のこの時間まで、さようなら。